ご機嫌いかがですか。福岡市がお送りする心のオルゴールの時間です。今日は私、小木ママこと小木直樹がお届けします。私は長年学校教育に関わってきた身として、現在学校が抱えている様々な課題について考えることがあります。例えば制服、今日は学校の制服について一緒に考えてみましょう。現在中学や高校の制服の多くが男子と女子でははっきり区別されていますね。しかし女の子はスカート、男の子はズボンという校則やこれまでの慣習が LGBT 性的マイノリティの子どもたちを苦しめる原因になっているのです。例えば体は女の子だけど心は男の子という子は、スカートを履いた途端に拒否反応から体が動かなくなる場合もあるのよ。制服のせいで不登校になってしまう子もいるの。これは無視できない問題よね。性別に違和感を感じている子どもたちの声に耳を傾け、自分が自認する性別の制服が選べるような対応をこれからの学校はしていくべきではないかなと思っています。福岡市の制服を考える会では、制服は心の性で選ばせてと呼びかけています。元小学校の先生や弁護士、高校生たちが集まって作った会で、制服の悩みやそれをどう乗り越えてきたかを話し合っているの。会に参加した高校3年生の子は、体は女性で心は女性でも男性でもない、だからセーラー服を着ることが嫌で嫌で、ジャージで通い始めたら先生たちから厳しく指導されたそうよ。別の子は体が女性で心は男性、中学生の時にセーラー服じゃなくて学生服を着たいと学校に訴えたけど叶わなかったの。文部科学省が平成25年に行った調査では、全国の小中高校で自分の性別に違和感がある子どもに対して特別な配慮をしているのは全体の6割で、制服や体操服を自分で選べるようにするなど服装についての配慮をしている学校もあります。文部科学省は性的マイノリティの生徒への配慮や支援をするように呼びかけています。こうした動きを受け、学校現場も変わり始めています。福岡市などの教育現場では、制服問題を入り口に性的マイノリティについてしっかり受け止めていこうという動きが出てきているそうです。制服も心の性で選びたい、そんな子どもたちの叫びに耳を傾け、制服のせいで学校に行けなくなったという子をなくしたい、それは子どもたちの学ぶ権利を守ることにもつながるのですから。心のオルゴール、福岡市がお送りしました。